月末にサロメさんとコラボしたんだけどさ、かなんかしてなんか気づいたんだけど、なんかめちゃめちゃ私のこと男と思って嘆いてる人がいて多分サロメさんのことすごい好きだったんだと思うの。なんだろう、同性ならあの距離感良くても、ちょっと異性ならちょっと近いかの距離感でもあったから、すごい嘆いてて最近なかったの、なんか電話口で男性に間違えられる事件が。マジですっかり忘れてて、しかも特に配信上でがもうなかなかなかったから、なんか懐かしい気持ちになりながらもマジごめんって思いながら見てた。違うって分かった後もしばらく受け入れてないぐらいにはもう頭の中に男でインストールされてるっぽくてごめんなって思った別に男らしい喋り方してるとは思わないけど、めっちゃ女の子らしい喋り方してるわけでもないじゃん。なんかどっちでもいけるというかさ、な気がするから。サロメさんぐらいだったらね、確かになんか女性的な喋り方だなって思うけど、そのツイートをしたわけ、私が、アンジュカトリーナ男ですみたいなツイートを届けーと思ってツイートしたんだけど、今私口な男って言ってない、今もう一回言うときに気づいてたんだけど、アンジュ違う、アンジュは女、アンジュは女いやでもなんか、男っぽいって言われるけど私本当は女なんだよねみたいなタイプのやつを思い出して苦しくなったって言われて、うちが傷ついてた痛いよ確かに。っていうかぶっちゃけ私はそういう側だった、苦しいけど、え男っぽいかなみたいな全然女なんだけどみたいなタイプをやってたから